私たち福岡市議会民市民クラブは今回の福岡市議会議員選挙にあたってですね、民市民クラブとして統一的なローカルマニフェストを提示しております。その中で6つの柱となる政策提案あるんですけども、まず地域主権戦略の中での1つ目、徹底的な福岡市議会改革に着手、市民に見える働く機会ということを謳っております。これはこれまで1年間365日ある中で、福岡市議会というのは、およそ100日間ぐらいしか、開催されていないと。残りの265日間、これは何をやっているのかということは各議員に任されるわけです。そういう各議員のですね、一人一人の取り組みに任せるのではなくて、しっかりと民間企業の上にまずは365日のうちの250日くらいは議会を開催して、そこで徹底的な予算審議もしくは事業の見直しというものを行っていく、これ通年議会の制度を導入していきたいと思います。でもう一つは、私たちが強く訴えているのは議会経費の見直しです。これは福岡市議会の議会改革諮問会議というものを新しく議会で設置しまして、その中で私たち議員も含めて有識者の方々、それから市民の方々も交えて、議員の報酬はどれぐらいが適切なのか、定数議員の数というのはどれぐらいがちょうどいいのかと、さらには政務調査費といった市民の皆様にはよく分かりづらい、そういう制度も徹底的に議論を通じて見直していくという取り組みを一番に掲げております。